JR 千歳駅のコインロッカーで生後間もない赤ちゃんの遺体が見つかった事件で、札幌地検は22歳の母親を殺人と死体遺棄の罪で起訴しました。住所不定無職の小関彩乃被告は5月16日ごろ、札幌市中央区のホテルで出産した男の赤ちゃんを窒息死させ、5月31日に遺体を JR 千歳駅のコインロッカーに放置した殺人と死体遺棄の罪で起訴されました。これまでの捜査で小関被告は逮捕された当初、犯行を認める供述をしていましたが、その後は黙秘を続けているということです。